はいどうもこんにちは、カジマックです。いや来ちゃった、まさかの発売日に届いた。これなんかこういうグッズつけてくれてました。で本体がこちら、はい、OPPO の最新 SIM フリースマホ OPPO A73 がやってきました。 OPPO といえば僕はこれ、 OPPO リノエ大好きなカジマック、今でもメイン機として使ってます。特にスマホ界にとって月日の流れは早くて残酷、たった1年で見劣るスペックになるものも多い中、それでもこの OPPO リノエは総合的な評価ではかなりの良くでき、その後 OPPO リノ3へと続いた OPPO のミドル機、その最新モデルがこれです。超広角レンズ搭載4眼カメラ、フル HD プラス 6.44 インチの有機 EL ディスプレイ搭載なのに、なんと破格の3万800円、いや新発売定価で3万円の SIM フリースマホ、これ特に SIM の契約とか必要なし、 OPPO 公式店で購入した価格です。いやめっちゃ安くないですか。それでは早速開封してご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは本日発売されたばかりの OPPO A73 です。はい、もういきなり開けていきますね。箱の外観はこんな感じ。やっぱりお安いだけあって結構シンプルな箱です。はい、それではいきますよ、せーの。中身はまずこういう内箱、はい、そしてこれが本体、はい、それではいきますよ、せーの、イエーイ、きたー。はい、これが3万円のスマホ、 Android 10 ベースのカラー OS 7.2 を搭載する 4G スマートフォンです。はい、そう 5G は非対応、でもこれですよ、これが3万円のスマホ、わかりますかね、このレザー調のボディ、これケースに入ってるとかじゃなくて、これが本体です。いや、これは面白いですよね。あ、逆さまだった。OPPO のロゴも輝いてます。ちなみに空張りは2種類。今回購入したダイナミックオレンジと、シックで落ち着いたネイビーブルー。今回僕はオレンジにしました。はい、それではもう、先に電源入れてみます。はい、いきますよ。せーの、オン。はい、起動しました。最低限の設定済ませます。はい、設定終わりました。ちょっとバッテリー少なかったんで充電してます。で、まずはメモリー、最近のスマホとしてはちょっと少なめの 4GB、 ストレージは 64GB、 空きは 49.3GB になってます。ホーム画面1ページ目こんな感じ、2ページ目はこんな感じで、プリンアプリはツールがこんな感じ、Google がこんな感じ、 Google 2ページ目はこんな感じ。いや、シンプルでいいと思います。ちなみに外部メモリー、 MicroSDXC 対応で最大 256GB まで搭載できます。ディスプレイは 6.44 インチ 2400×1080 のフル HD プラス、はい、わかりますかね、有機 EL ディスプレイ搭載、 408ppi で結構綺麗。はい、これ3万円のスマホです。ちなみにガラスはゴリラガラス3で、背面がこんな感じ。はい、この上部に、アウトカメラ超広角レンズ搭載4眼カメラ。で、出っ張りはこんなもんで、そんなには目立ってません。はい、こんな感じ。メインカメラ1600万画素、超広角が800万画素、モノクロが200万画素、ポートレート200万画素。で、インカメラは、はい、こんな感じ。1600万画素のカメラを搭載してます。で、動画はインアウトとも 1080p30fps まで。このあたりちょっと残念。やっぱり 60fps は対応してほしいところ。で、CPU はスナップドラゴン662、オクタコアを搭載。と、このあたりは3万円らしくちょっと控え気味です。で、この後アンツツベンチマーク予定してますんで、よかったら最後までご覧になってください。で、バッテリーは 4000mAh、クイックチャージ 3.0 に対応してます。で、そんなに小さいバッテリーではないのに、はい、ここ。重さなんと 162g。 いや、素晴らしい。ほんと軽いんすよ。ディスプレイ大きいのに軽い。ここはほんと素晴らしいです。で、サイズは縦 159.8mm、横幅 72.9mm、厚さは 7.45mm と薄め。いや、ほんとこのサイズ感、今持ってるスマホの中ではダントツにいい感じです。で、対応バンドはこんな感じ。無線 LAN はこんな感じ。Bluetooth は 5.0。イヤホンジャックもついてます。
で、残念ながら防水防塵お財布携帯は非搭載です。このあたりも価格なりで、画面内指紋認証搭載、せーの、はい、もう一回いきます、せーの、はい、こんな感じで、さらに顔認証も搭載してます、せーの、もう一回いきます、せーの、はい、こんな感じ。十分早いですよね。で、本体向かって右側、ここに電源ボタン。で、その反対側に、ボリュームボタンと、SIM スロット。で、上部にはマイク穴。で、下部には、イヤホンジャック、マイク穴、USB Type-C に、スピーカー。いや、やっぱりイヤホンジャックは嬉しいですよね。SIM トレイはこんな感じ。マイクロ SD カードとナノシム。で、一見シングルシムに見えるんですけど、なんとこの A73、eSIM に対応してます。はい、これ、しつこいけど3万円のスマホです。で、次に、付属品見ていきます。AC アダプターに、はい、イヤホンもついてます。USB Type-C のデータケーブル。で、こっちに、SIM ピン。説明書類に、こういった柔らかい TPU ケースもついてます。で、本体にはもうすでに、保護フィルムが貼ってあります。最近のスマホ、フィルムもケースもついてるのは嬉しいですよね。はい、それでは、今回は開封動画なんで、あとはまた次回に回して、アンツツベンチマークテストだけやって終わります。スナップドラゴン662搭載、OPPO A73、アンツツベンチマークテストの結果は、ドン !181,984 となりました。で、各項目は、こんな感じになってます。一時停止を駆使して、ご確認なさってください。はい、しつこいけど3万円のスマホ。これだけの結果は十分と言えるんじゃないでしょうか。ちなみに、オッポリの A が19万台、オッポリの 3A が18万台だったんで、いやもうミドル中のミドルとしては、まだ十分じゃないかと思います。ただやっぱり正直、ここ最近はこれ、TCL10 Pro に慣れてきてるんで、ちょっともたつくイメージはあります。ただやっぱり、スナドラ665同等と言われている66に、ちょうどオポリの 3A と同じようなイメージでした。アンツツベンチマークのアニメーションの様子、この動画の最後に収録しておきますんで、よかったらご参考になさってください。で、この OPPO A73 のリンクも説明欄に貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。はい、どうでしょうか。とりあえず開封編。やっぱり僕はカメラが気になるんで、今日から主に使っていきたいと思ってます。また続編作りますんで、ぜひ楽しみになさってください。で、とにかく重い作業はしないライトユーザーには、コストを抑えた機種として、結構いいかもしれません。とにかく、この重さにこの薄さ、で、この質感ですよね。触れてみるとかなりいい感じで、僕は結構気に入りました。説明欄にメーカーのホームページリンクも貼っておきます。気になる方は詳細もチェックしてみてください。ということで、ミドルスペックスマホ大好き、OPPO大好きなカジマクチャンネル。これからもお安いスマホどんどんご紹介していきますんで、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。